It's a small, small wall. It's a great big city. Thank you.
いや、ちょっと長くしゃべります。スパンデッツというバンドをやっています。でこのバンドは去年の泉祭で今 OB1 年の先輩がやってて、すごいかっこいいなと思って、で自分その基本音楽聴くとき浅く広くが結構多いんですけど、このスパンデッツだけはもうちゃんと出てる音源はその全部聴くぐらい好きなバンドで、そのスパンデッツっていうのはあの女性ボーカル3人なんで、最後サキさんとか吉武さんが卒業する前にやっとこうと思ってしました。でなんかこのメンバーにはすごい、まあ、思い入れがあって、ムーコはなんか ずっと誘いたく、なんかみんなが誘ってたからずっと誘いたくて、まあその技量もそうだけどなんかその俺も誘いたいなっていう理由で、すごいバンド数が多いのに引き受けてくれて本当にありがとうございます。でアイコは、まあ、スパンデッツがすごいむずいんで、なんかスタジオのすごいなんか雰囲気を保ってくれそうってことで、なんかすごいアイコを誘ったんですけど、でもなんかそれ以上にやっぱりアイコ上手くて、そっちの方にびっくりしちゃって、アイコも9バンド組んでたのにありがとうございます。リオちゃんかな。リオちゃんは、まあなんかフォーロック好きなのは知ってるけど、なんかこういう音楽も一緒にやりたいなっていうことで誘いました。あ、全員分やります。でもタモトはなんだ、あのまあまあ2曲目でもに、まあ、男性ボーカルがあって、まあ、でなんかここは絶対タモトにも歌ってほしいと思ったのと、なんか。この4人のなんか並び姿をちょっと見たいなって思うのがあって誘いました。本当にありがとう。で、まあ、なんだろう、4年生、ダオモエさんは、なんだろう、その、ダオモエさんってそのよくインスタとかストーリーにすごい音源をすごい上げることが多いんですけど、なんかそれ、なんかその曲とかを結構すごい聴いてて、なんか自分のすごい音楽に影響、なんか刺激をくれた人で、最後誘っておこうと思って誘いました。あ、待って、ほのかわ先生あの、ほのかわは、あの最初もうスパンデッツ出してなった時に、一番最初に誘ったら、なんか、私もスパンデッツやりたいって言ってくれて、なんか、まあ、いろいろとスタジオなりで、いろいろとアドバイスしてくれて、アドバイスしてくれて、ありがとうございます。左手から吉武さんは、まあ、泉さんとか、なんか当日の朝ちょっとブッチしちゃって、ね、なんか寝ブッチしちゃったり、いっぱい迷惑をかけたりしたりとか、まあ、あの数少ない同じ学部の先輩だったりにもありますし、同じ学年になっちゃったんで、まあ来年も一緒に授業受けるとか、お願いします。はい、一緒に揃う。でサキさんはなんかなんていうんだろうな、なんかその2年の泉祭とか、あのエゴラッピンだったり、あと学祭の桃江ちゃんだったり、なんか自分の絶対難関企画は絶対サキさんが誘ってきたやつで、なんかすごい自分のレベルアップに、なんかすごい自分のレベルアップになんかいたのがサキさんっていうのもあるし、あとすごい、まあこれはなんかもう完全に市場になるんですけど、あのサキさんが桃江さん誘ってくれたおかげで、サキさんが桃江ちゃん誘ってくれて、なんかまあいろいろあって、まああの親と、いろいろあって、親と喧嘩してたんですけど、なんかそれもなんかサキさんのなんか桃江ちゃんをなんか見てすごいなんか承諾したみたいな感じだったんで、すごい誘ってくれてありがとうございました。で最後 S マスさんはなんか、まあ、ビリヤードしたり、
麻雀だったりとかすごい思い出はいっぱいあるんですけど、でも自分の一番嬉しかったのはなんか合宿とかで幹部とかがバンド決め終わったりすると毎回スマスさんがなんかお疲れって言ってくるのが、それがなんかすごいすごい嬉しくて、なんかあ仕事やってよかったなって思って、そういうのもあってそのこのメンバーを誘ったので本当に最後できてよかったです。ありがとうございました。であと1曲やるんですけど、最後の1曲は自分がスパンデッツの中でも一番好きな曲で、すごいホットなあのラブソングになってるんで、どういう大酒でも飲みながら聴いてくれたらなって思います。マッコリ飲んでる人Living on tomorrow